独自の包括的な支援を検討しこたび取りまとめることができましたことから本日記者会、記者発表を実施することとなりました燃料の高騰や円安などを受け沖縄電力は家庭向けや事業者向けの料金の引き上げを国に申請していて県はこれまでに国の支援策がない特別高圧と呼ばれる契約をしている事業者の支援費用を新年度の予算案に計上していました。 こうした中、県はきょう新たに国と協力して家庭向けの低圧と企業向けの高圧も対象とする総額104億円の支援を行うと発表しました支援期間は電気料金の値上げ付きと想定されることし5月から9月までです